大小合わせて100を超える河川が流入し、最大で5メートルを超える干満差が特徴的な有明海。ルアーフィッシングでは古くからシーバスゲームが盛んに行われているが、最近注目を集めているのはヒラメをメインターゲットとしたサーフゲームだ。今回はサーフゲームのスペシャリストとして知られる堀田光也が長崎県の島原を舞台に有明海の両型ヒラメを追う。今回のプラパラ九州 TV は長崎県島原のサーフゲームをお届けしています。皆さんこんにちは、堀田光也でございます。今回はね、長崎県の島原、有明海にやってまいりました。このね、内湾のサーフでヒラメが狙えるということで、今回ですね、新しいルアーを使って狙ってみたいと思います。よろしくお願いします。今ね、ちょうど昼間の干潮の時間帯です。これからね、上げ始めてくるということで、川の河口ですね、そこ狙ってます。新しくね、発売される、これ6月発売なんですけども、ビーチウォーカーのリンバーという、ね、名前のこのシンキングのリップレスミノ、これ使ってやってます。ちょっとウェディングします。膝ぐらいかな。ちょっと風がね、そんな強くはないんだけど、ちょっとなんつうかな、やりづらいぐらいな感じで、結構この流れが出てますね。初日は午後3時から釣りを開始した堀田。夕刻までの短時間勝負となるが、果たしてどんな展開に。いや、有明海僕2回目なんですけどね、とりあえず運よくね、ヒラメは釣ったことあることあるんですよ。まあシンキングのルアーなんでね、これリンバーね、しっかり沈めてから巻いてきます。結構そして左の方に流されますね。まあだから右から左に向かってこの川の流れとこの海の流れが多分合わさって左の方に流れていくんでしょうね。今とりあえずちょっとまあここで初場所なんで、あんま正直よく分かったんですけど、ただ水深的にはそこまで深くなさそうですね。今腰まで行かないか、ちょうど深めにウェディングしてますけど、リンバーっていうのはこのシンキングのリップレスミノなんだけど、いわゆるリップレスミノ的な動きはあんまりしなくて、ちょっとこう S 字スラロームが入るような動きをするんですよね。でまあ頭を下げて、まあ引っ張ると水平姿勢になるんですけど、基本もこう沈むときは頭を下げて重心度なんで、行くようなタイプです。あんまりこのタイプはまあどっかにあるかもしれませんけど、あんまりないタイプじゃないでしょうかね。でまあここ内湾ですけど、遠浅のサーフ、外海でも内海でもいいんですけども、そういったサーフ、例えば水深が1メーター以内のサーフでも、そこにもちろんね、ボディが当たることは当たるんですけど、突っつくというよりはこう当たって逃げるような感じだから、ガタガタゴツゴツするはするんだけど、あんまりストレスはないような感じの使い心地ですよね。まあそこは目指したところなんですけど、で 24g です。投げやすいです。とっても投げやすいです。リップがないんでよく飛びます。で形がね、まあ後でまたしっかりお見せしますけども、こう扁平でシルエット的にはまあ何でしょうね、まあサッパとかコノシロとか、あとニベとかね、そういったこう、あと肩越しイワシか、割とこう平べったい
系の、あのベイトに近い形状をしてます。まあもちろんね、あのシロギスとかイワシとかも全然いけちゃうんで、特にこう形がどうのこうのっていうのは、まあ、イメージを持って使ってくれればそれでいいんですけど、じゃあイワシの時ダメなのかとか、あのね、キビナゴの時ダメなのかとかってそんなことないと思うので、まあ、そこはあの特にあんまり気になさらずに使ってもらった方がいいと思います。この形が飛ぶんですよ。ここ有明海のヒラメって、まあ、あのいろんな方たちがですね、あのもう楽しんでられて、まあ、開拓もですね進んできてると思います。あの こ, う、まあ、こういう内湾エリア、他のエリアもそうですけども、もうここ数年は10年近くはこういったところでもしっかりヒラメが釣れるっていうのがもう分かってきて、なんか僕らいつも外海で釣りしてるんだけど、そういう部分じゃない新しいね、なんかヒラメの釣りっていうのができつつありますね。まあ、場所が違っても基本やることはそんなに変わらないんで、僕たちがやってるやり方でず、ね、十分狙えると思いますし、あの、まあ、ルアーもね、そういったルアー使っていただければ釣果もね出しやすいかなと思います。この後もしばらく探ってみたものの、魚からの反応はなく、潮位が高くなったタイミングで堀田は釣り場の移動を決断した。あのもう潮位が上がってきたんで、もうぼちぼちこのポイントはおしまいになりますんで、次行きます。続いて堀田が向かったのは島原市の市街地近くのポイント。日暮れまでのわずかな時間に手がかりをつかむことはできるのか。移動してきました。もうね、日が、傾いてきて、あと2時間もできないと思います。1時間半ぐらいだと思いますけど、ここの場所、あそこですね、ブイがいっぱい浮いてるんですけども、あの辺にですね、まあ、いろんな魚が寄ってくるということなので、それをね、捕食しに来るヒラメを狙いたいと思います。さあ、もうちょっとここは流れもあんまりないんで、まあ、無理しない程度、膝上ぐらいかな。本当はもうちょっと行きたいけど、あまり無理はしないようにします。でルアーはやっぱりリンバーからいきましょうかね。はい、リンバーいきます。ベイトカラーですね、これいきます。はい、さあどうでしょう。今で上げてきてるんで、しっかりそこ取って引っ張っていきます。水が冷たい、多分さっきより冷たい、そんな気がする。5月がいいと、5時半、あと1時間たるよね。6時半、まだ水温は結構冷たい感じですね。あのウェーディングしてますけど、かなりこの冷たさを感じます。まあなんかでも鳥がね少し浮いて、まあなんでしょうね、ベイトがいるからこそああいう感じなのか分かりませんけど、まあ結構水温低いし、まあまだそのシーズンの走りの走り、どこまで魚を寄り切ってるのか分かんないですけど、まあワンチャンとしたら、まあこれ暗くなる寸前、まあおそらく6時を過ぎて、どうでしょうね、6時半に近い時間帯とかがこう一つチャンス来るのかなって、そんな気がしてます。おそらく捕食回遊でうろうろするヒラメをうまく捕まえるっていうような釣りだと思うんで、まあ寄ってくる、あるいはまあ活性が高まる、いう真面目、まあ浅真面目も同じだと思いますけど、そこはちょっとしっかりルアーをしたいですね。
あとはどうしても仕様の上げ下げがあるんで、タイミングタイミングで入るポイント、そうじゃないポイントあると思うんだけど、まあ、ストップ&ゴー、まあそんなに巻き回数多くないんだけど、止めて頭下げて少し落としてみたいな、そんな感じで動かしてます。おし来た、おしおしおしおっしゃ、おし来た、ついに当たりを捉えた、ポッター、おしよしよしよし、外れんなよ、よし、外れてほしくないんだよね、外れてほしくないんだよね、ちょっと何が出てくるか分かんないですよ。お、シーバスか、シーバスですね、シーバスでした。おい、おい、シーバスでした、シーバスですね。今このリンバーのこの肩干しイワシカラーに食ってきました。どうでしょう、まあ60センチないぐらいかな、57、8ってとこでしょうか。意外とでも素直に反応してきましたね。かかってから引くは引いたんですけど、水面に出なかったんで、もしかしたらヒラメかなと思ったんですけども、シーバスちゃんでした。まあでも嬉しかったです、すごい嬉しいです。でリンバ今外れちゃったんですけどね、外れちゃったんですけど、しっかりねこのカラーで食ってきましたね。お尻一本でしたね、やった。じゃあこれはリンにします。少しねこうして水入れてあげてね。で、いけそうだったら話します。おいけた。いきました。いや、よかったです。夕方ね、まあ潮目が出たんで、なんかね潮目沿いに打ってったら出ないかなと思ったら、シーバスが出てくれました。初日は3時間ほどの釣りだったが、なんとかワンチャンスをものにした堀田。2日目は本命のヒラメキャッチと行きたいところだが、果たして。今回のルアパラ九州 TV は長崎県島原のサーフゲームをお届けしています。おはようございます。今朝はですね、ちょうど満潮の時間帯からこのねサーフにやってまいりました。ここねちょうど、まあ、岩が見えると思うんですけども、あの辺から結構こっちかけてね、ちょうど岩とか石があって、砂地にね、切れ替わる地形と聞いてますので、まずこの辺からやってみます。ルアーはですねやっぱりこのリンバー、これいきます。はい、じゃあやってみます。よろしくお願いします。さあ期待の第一投、しっかりね沈めてから巻いてきます。まあ巻いて止めたりとかして少しね沈めて、なるべくね海底近くにルアーが通るようなイメージで引っ張ってきます。リンバーはね巻くのを止めると頭が下がりにして、沈下していきます。ちょっと沈下させすぎましたかね、石に引っかかりました。石当たりますね。まあサーフの緩い駆け上がりに、まあ、石とか岩とかが点在してて、まあまあなんかベイトフィッシュというよりは、シャコであったりとか、まあ海底入生物ですよね。そういうのをなんか捕食しているという話なんで、なるべく海底近くのレンジ
を意識しながら引っ張ってきます。ちょ色変えてみますとね、濁ってるんでマット系のねカラー使ってみましょうかね。何かちょっと何かを感じた時はすぐにこう変えてみる。まあルアー交換とかカラー交換って明確な答えがないんでね。はい、マットのカラーいきます。はい、これはねマットのまあパールですね。飛ぶね、気持ちがいいよ。このルアー使ってて今日もね気温が上がる予報なんですけど、朝は寒いですまだ春ですね、早春ですよね。言うてもまあ水温もねそんな急にギュッと上がるわけじゃないんで、まだほんと3月の頭だとどうでしょうね。まあ体感的にまあ13度っていう話を聞いてますけど、まあ分かるような感じの冷たさですね。この後もルアーのカラーを変えたり釣り場の移動を繰り返しながら広範囲を探ってみたものの、ヒラメのシーズンにはまだかなり早いせいかなかなか当たりが出ない。終了の時刻が近づく中、果たして堀田はヒラメに出会うことはできるのだろうか。午後の、ね、ポイントやってまいりました。もうね今回ここで終わりのポイントになってしまいます。まあ、帰りの時間が今日ね決まっちゃってるんで、それまでねしっかり投げ倒します。さあどうでしょうかね。今ちょうど干潮ぐらいですね。まあ今もう2時半なんであと実質1時間、まあでもちょうどいいタイミング、今日3時が干潮の時間帯です。ですからちょうど潮止まり下げ止まりからの上げ始め、潮止まり挟んだこのいいタイミングがなんとかですね終わりの時間までできるということで、今が頑張り始めてます。僕も頑張るから魚もちょっと頑張って寄ってきてほしいですね。少しやっぱ濁ってますね。あでもなんかねすごいいい感じよ。なんか鳥飛んでるよ。結構もう流れてますね。こういい状態っていうのが僕まあ分かってないんですよ。この地のまあいろいろ教えてもらいながらやってるんですけど、ちょっとこの条件が良くなってきて、ああなるほどなってこう頭の中でつながるような感じになってます。ほう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 、なるほど、うんうん。海の状況と堀田のイメージが一致した。がぜん釣果への期待が高まる。釣れそうな気がするわ。釣れるかもしれないこれは。これなんかいいんじゃない。やっぱ流れかかるとそういう魚入ってきますからね、伝ってきますからね。それもここだけじゃないですよね。うん、どうしようかな。これ今ピンクにしたんだけど、まあナチュラル系でもいいかなっていう感じがちょっとしてきたんで、ごめんなさい、変えます。キャンディーカラーですね。シルバーベースのキャンディーカラー、僕も割と好きなカラーです。はい、こういうカラーですね。これいきます。はい、そうですね、もう流れてきましたね。太い流れ、太いって幅ありますね。結構いい感じです。なんとなく前回も来て、まあ場所は違うんですけど、まあまあもっと流れがすごいところで釣りしたんですけど、なんかね皆さんがやってる感じの意味というか、それが分かってきました。これは釣るかもしれないですね、もしかしたら。ちょっとこっちのこういう筋潮目っぽくなってるところに入ってみましょう。半になりました。あと10分ですね。予定の午後3時半が過ぎ、10分間の延長戦。さすがに今回は厳しいかと思われたところで、
なんと堀田執念のヒット。よし、なにこれ、なんだ、かわいい、かわいい、かわいいサイズだ。お、が、かわいい、なんだ、え、そうだ、あ、ひろが、あれ、漏れた、漏れた、あ、うわぁ、トゲちゃん釣れたよ、最後。かわいいサイズだけど、まあでも狙い通り釣れましたよね。この干潮からの上げ始め、もうこのちょうどね、このヨレが、あの、まあ出てるとこですよね。わー、嬉しい。いや、あの、もちろん根元大きい方が嬉しいんだけど、もう十分ですよ。本当にここに来て、あの、狙ったタイミングで、あの、まあそんな長くない時間帯でしたよね。本当に昨日の午後入って、まあ今日も、まあ、あの、今2時3時ぐらいなんですけども、それから考えたらこの1枚は僕すごい充実した1枚です。ありがとうございます。釣れました、リンバーで。いやー、なんだろう、もうこれが釣れたってことがもう本当に嬉しいです。ありがたいですね。まあ、サイズはまたね、追っかけてくればいいし、今そこまで状況がすごいいいわけでないタイミングで、なんとかこういったサイズでもね、絞り出したってことがもう嬉しいことなんで、これはもう本当に話します。ありがとうね。じゃあ話します。はい、ここにいますね、まだね。あの、別にこう裏返ってどうにかなっていうような感じもなく、もうちゃんと着底してるんで大丈夫だと思います。いや、そんなに長い時間じゃなかったんですけども、久しぶりにこのね、島原のエリア来て、バーシーバスと、まあ、可愛いねサイズのソケちゃんだったんですけども、まあ、釣ることができました。まあ、これがこの早春の走り、ということです。ですから、まあ、これからね、4月5月このエリアね、すごいね、熱い展開が待ってると思いますので、僕もね、来たいと思いますし、皆さんもね、ぜひこのエリア来てみてください。今回はこのルアーに助けられました。